1問2問3問島問です。今回はですね、弥富の丸都市養魚場さんにやってきました。なんとね、初市、今年一発目のセリ市で落札されたあのサラサワキン、まあ一番高値でね落札されたサラサワキン、これがなんと店頭に並んでおります。ずっとね、大切にね、ストック場の方でね、飼育されてたみたいなので、コンディション抜群の一番金魚、サラサワキンがね、はい、販売されてるということなので、楽しみですね。それでは、早速、サラサワキン、撮影していきたいと思います。はい。初市でね、まあ、一番金魚、まあ、最高値で落札されたサラサワキン、店頭に並んでます。確か10匹ぐらいいたのかな。もうね、2匹ですね。はい、もう2匹となってます。残りちょっと見にくいですかね。ちょっと洗面器にあげて撮影したいと思います。1匹ね、洗面器にあげて撮影させていただきました。はい、ストック場の方でね、丸俊さんの手に向いているんですけど、大切にね、はい、春まで管理されてたというので、ちょっとね、餌もねしっかり食べてストックされてたみたいなので、はい、状態すごいですね。この残りに10匹いたのが大人気ですね。やっぱりこういう縁起物ってね、やっぱ人気あるんですよね。はい、いい魚ですね、サラサワキン。はい、ありがとう。はい、こんな感じでね、まあこれがオンエアされる頃にはもうね、売れちゃって多分いないと思うんですけど、まあ、これからね、春になると暖かいのでね、飼育もしやすいと思うので、はい、まあ、なんてたって和金はね、丈夫なので、はい、ぜひね、もし残っていたら購入をね、検討してみてはいかがでしょうか。はい、そしてね、こっちは売却済みですね。もう売れちゃってね、はい、出荷待ちの状態です。本当に人気ですね、やっぱり最高値の一番金魚、ね、なんかこの金魚を飼育してたら、ね、縁起物なんでね、服がありそうじゃないですか、ね、僕はそう思います。まあ販売価格の方はね、店主さんの希望により伏せさせていただきます。もしね、気になる方がいたら直接ね、電話とか、うん、直接お店に来てもいいですし、まあ、店長さんとか社長さんが対応してくれるんじゃないかと思います。まあ、この子たちは売れちゃったのでもう買えませんが、はい、
はい、ここはベルテールオランダ。ベルテールオランダですね。大阪南中ですね。三色和金、渋いですね。うちのスタッフハッシー一押しのキラキラです。めっちゃいます。うちのハッシーどうかな、キラキラ丸俊さんでゲットできますよ。変わりショートボディオランダ、羽衣ランチューですね。かわいいね、元気いっぱいで。白黒オランダ、うん、やっぱり大きいと迫力ありますね。優雅に泳いでます。こっち来ないかな、こっちおいで。お、聞こえた、うん、かわいい。ここはオランダ単調東飯田さんですね。うわ、めっちゃあの子ハートね。かわいい、これすごいね、見事なまでのハートですね。これ幸せになれそうな団長。はい、ここはね、住主分、人気っすよね、住主分、うん、結構ね、数もいるんですね。今なら選び放題ですよ。まあ、すぐ売れちゃうと思うので、気になる方はね、お早めにお店に来て選んでみてはいかがでしょうか。うん、はい、商店街です。めちゃくちゃいます。はい、水泡岩ですね。はい、天性ですね。とあと変わり江戸も一緒に入ってます。変わり江戸錦天性、ちょっと見にくいか。
はい、キャリコリュウキンですね。はい、ジキンですね。はい、桜錦です。はい、キャリコ水泡岩ですね。ちょっと見にくいか、逆光。元気ですね。いやー、かわいいな、水泡岩。ちょっと見にくい、ごめんなさい。はい、ランチも充実してます。ここは2、4、6、6匹入ってます。ランチですね。はい、ランチです。ここは2、4、6匹入ってます。まあ、ランチもね、充実してます、相変わらず。はい、こっちもランチです。価格の方は出せませんけど、不特定いい魚揃ってますね。はい、ここもランチですね。ここは4匹入ってます。はい、今回もですね、マルト市養魚場さんの方で充実した撮影ができました。まあね、楽しみにしていたね、サラサワキン、すごいね、ベストなコンディションでね、販売されてました。まあ、ああやってね、セリ市から追ってこうやって販売されてる姿を見るとね、なんか撮影していて嬉しくなっちゃいますね。またね、来年もね、こんな風に
初市からね一番金魚追ってくれたらね嬉しいなと思ってます。まあ、ひょっとしてねこの撮影がオンエアされてる頃には売れちゃってるかもしれませんが、まあ買えた人はラッキー、はい、いいこと起きるかもしれません。縁起物なのでね。それでは今回の撮影、やとみの丸都市養魚場さんからでした。バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。バイバーイ。しまもんチャンネルのステッカーがリニューアルしたよ。欲しい人は気軽にしまもんおじさんに声かけてね。数量限定だよ。